最後の試験は訓練担当官ソーダースの現役時代、1979年の任務に基づいているわ。ターゲットはジャスパーナイト、ソ連のスパイであることが発覚した有名なチェス王者よ。ソーダースはキューバの軍飛行場で標的の排除に成功した。あなたにはそれを再現してもらう。よく聞いて、 ICA の試験は通常ここまで難しくはないの。ただでさえ厳重な飛行場なのに、ソーダースは警備員の数を増やしている。あなたを失格させたいのね。訓練中の不幸な事故を装い、危険の芽を摘み取ろうってわけ。ただ私の介入は計算外のはず。ルール違反はお互い様よ。幸運を祈るわ。安全点検表はプリントしたわ。ボードに挟んどいた。なあ、これって本当に必要なことか？不要なインテリアローをまんまと。今の見たか？何があったか確かめてきてくれ。こいつを落としたやつとは薄暗い路地では鉢合わせたくないね。ここにいて私が確認してきます。ターゲットを排除。さあ、出口へ向かって。おめでとう、エージェント。実戦任務を強化する。